わあだばたけどもかけいえめっちゃホリデーおはようございますということで、やるぜってことで、今回も、もうあおもちゃだなおもちゃだな5個目でございますね、次行きましょう。5個目なんかおもちゃのように音がする、これはおもちゃっぽいな。もうなんか細かいのがまた入ってそう。あーおもちゃ来た、ほらおもちゃ、おもちゃ来たよ。あおもちゃ細かーい。うわーこれも長くなるぞ、これはやばいぜ。でもね、いきますか。ウルトラマンのやつ、ほら開けてないやつ、なんだこれ、トミカなのかな。あトミカですけど、もうボロボロです。ほら、塗料がめちゃめちゃ剥げちゃってる。あ、これもプリキュアのほら、なんか、思ってますね。なんか手がぐねって曲がってます。あ、これこういうやつだな、こういうやつ。てってでーん、てってでーん、みたいな。ね、こんな感じで。何ですか、これ。わかんないですけど、シール剥がれちゃって。うわー、来てるね。もうカメラですね。今回も来てるな。はい、車、カメラのおもちゃのやつでしょ、これ。はいはい、キーク、ケーク、こうか。はい、ケーク。はいはいはい。来た、もう、なんかおもちゃ箱開けてるみたいですね。あ、ガチャガチャ、猫カフェ。ただ壊れてる、ほら。ガチャガチャ、埋めたい。お、マキロン車。マキロンカー。あ、これレゴのやつだ。ね。ちっちゃい子はすぐレゴで。あ、そう、なんかあったな。なんかね、ほら、2って書いてある。あ、これ合体するかな。顔がないな、その前に。あったもう一個。これ足じゃないほら。ね、これ違うのかな、合体するのかな、ね、これいいんすかね ?3、2、あ、そう、普通だったら2、3か。ねえ、これでいいんですかねえ、これでいいんすかね、わかんないな。あってですかね。はいはい、カメラ2。さあ、ポケットガチャガチャのトミカですね。はい。大変だな。しんどくなってきたな。カメラのやつ、あ、妖怪ウォッチのマックのやつ。ね、待ってください。はい、カメラのやつ。はい。はい、カメラの車のやつ。カメラ多いな。あ、プリキュア。なんだこれ。お、なんか飛び出たぞ。なんだ。壊れたか？なんか、弾が出たのかな？なんかわかんないけど。あ、仮面ライダーのやつ。ね、スイッチだ。はい。ごめんな、プリキュア。あ、レンジャーキー。レンジャーキー出た。仮面ライダー。え、嘘でしょ？疲れてきた。これマジか。こんなばっかりか。あ、ケンタッキーのおじさんが飛行機乗ってっけど。ああ、ケンタッキーのハッピーセットみたいなのがあったのかな？これもね、なんかレンちゃんですよ。はい、ライドウォッチ開けてない。はい、ライドウォッチ開けてない。カメラのやつ、はい、開けてない。開けてない。はい、開けてない。え、これは開いてない。これも開けてない。カメラのやつ、これは開けてないけども、これは違う。これもハッピーセットですよな。ね、ニンニンジャー、ニンニンジャーのやつ。お、これなんだろう、これ。あ、これなんか、スナックワールドかな、キャラクターかな。こういうクロちゃん的な感じのね。こういうのが多分子供が楽しいんだよね。あ、カメラのやつ。はい。あ、ちゃんとカメラでちょっと感じるね。お、車。車のなんかやつ、ほら。ね、手がちょっと痛かった。マジか、こんなずっと続くのか、レンジャーキー。これ今回しんどいな、スイッチ、カメラライダー、もう、同じようなのがいっぱい出てくる。何これ気持ち悪い。コアラの車。フルバックカーみたいな。怖っ。カメラライダー。カメラライダーのやつ。同じのが続くな、これ。ねえ。これもプリキュアのやつかな。あ、プリキュアのやつだ。やっぱりほら、開いたら。パパッと。ね、はい、ちっちゃい子楽しいよね、これね。はい。ん？何これ、豚こ、スナックワールドの書いてあるわ。豚が炎入ってる。
仮面ライダーの指輪、今度は逆か、はい、なんだろうこれ、普通のおもちゃですかな、はい、汽車ポッポじゃあね、電車これはトーマスだね、100円ついてますね、トーマス、はい、はい、スイッチ、はい、スイッチ、仮面ライダー多いね、はい、はい、はい、指輪、今度はい、今度こそなんかボトルみたいなやつ、はい、これ、あ、あ、これさっきのやつだ、あ、蓋ができた、ガチャガチャの中、いいや、今ないから、はい、はい、カメラライダー、はい、カメラライダー、カメラライダーのやつ、なんだろうこれ、あ、はい、ポケモン、はい、さ、ポケモン、カビガン、はい、はい、カメラライダー、はい、はい、車、先の車、はい、セーターヒーロー、こんなんずっと続くな、あ、もうこれマクロス、マクロスじゃないのか、飛行機に、あ、トランスフォーマー、トランスフォーマー、マークがついてる、最近のかな、昔のかな、全然わかんないですけど、ね、映画になっちゃってるからね、ね、トランスフォーマー、トゥルトゥルトゥルみたいな感じじゃないですよね、昔みたいな、ね、おもちゃ、ね、完全ちっちゃい子だと思います、カメラライダーのほらさっき車だ、ね、車も増えてきたね、あ、これも、ね、はい、ウルトラマンのやつだね、これ、エレキングでしたっけ、クリティクリスタ、クリプタ、クリスタ、なんだこれ、マックのやつか、今日これおじさんが出てくる、たまごっちのやつ、はい、親父っちみたいな、これなんだろうね、入ってない、あ、これあれだ、さっきの仮面ライダーのこれです、これが入ってます、中にこれ、はい、いいっすよね、もうね、もう絵面が変わんねえから全然、あ、これチョロQ、あ、ちゃんとしたチョロQだ、ポリスって書いてあるね、911、ポリス、はい、マックのワンちゃんっぽいな、ね、101匹ワンちゃん、もうなんだこれ、顔が埋まってっけど、ほらカメラすごいポーズ、ポージングで、ね、こういうやつなのこの人、あ、出てきた、顔出てきた、ほら、え、こういう人だろこれ、なんかこんなん体についてっけどね、なんか変形するのかな、なんか武器みたいな、なんか背中とか、なんか手とか、やっとこの形になった、よかったね、龍騎でしたっけ、はい、トーマス、マックのトーマス、はい、チョロQ、ジュースです、最近ちゃんとまだついてるんですかね、こういうのね、はい、カメラライダー、おまけね、あ、これなんかおもちゃですな、これ、これ何これ、ここだけ出っ張ってていいのかな、なんかね、ここだけ出っ張ってるの、こんなに合ってるのかな、なんか開きそうで開かない、開いた、お、出た、なんかだな、ねえ、素晴らしい、こういうものでございます、あ、もうグダグダだ、いい、はい、はい、これこんな感じ、ねえ、これなんかにつくのかな、なんか足りない気がするけど、ここだけ突っ張ってて、これ武器じゃないですよね、これだけ、おかしいかな、ね、まあ知ってる方多分おかしいからね、はい、開いてない、カメラライダーだって、これ使わないのかな、ねえ、なんで開いてんだろう、開いてないんだろう、もうちょっとさすがにちょっとあれかな、携帯のおもちゃ、これプリキュアでしょ多分ね、ちょっとさすがにもうお腹いっぱいですってなってきたのかな、仮面ライダーとね、あのああいうおもちゃね、あ、これはサンダーバードじゃない、でサンダーバードですね、はい、あ、ポケモンのやつ、これもジャケーみたいなね、敵が敵や味方か、恐竜じゃー的な感じなのかな、恐竜が、これこれこれでね、こんな本物持ってるの大変なことになって、これ国パズル、パズルだ、数字ズーのやつ、開いてるね、はい、ワンちゃん、ワンちゃん、マックっぽい、マックっぽいけども、飛行機、これもウルトラマンかな、あ、ウルトラマンね、ウルライアプロス書いてある、はい、はい、カメラのやつ多いね、これなんだろう、プリパラだって、プリパラのやつです、こうやつだ、はい、はい、どうも、あ、それちょっと壁が薄くない、はい、これ、OK、車、はい、プリキュアのやつかな、はい、
う武器イコールプリキュアみたいになっちゃってる。はい、はい、ピカチュウ。なあこれ、あこれ最後にすればよかったかな。サメ、サメフィギュア違う。うわこんだけです、こんだけです。うわこれだけです。はい、特に何もなしっていうね、水族館のお土産とかじゃないですけどな。さあ行きましょう。はいはいはい、はいはいはい、あポケモンのバス、ポケモンのバス。はい、これ何、ゼンマイレールトレインのやつだね。これは子供も売ってるのかな、ゼンマイで走らせるのかな。はい、こうステーション、ね、はい、シール見えづらいですけど、はい、はい、行きましょう。おーまたこれあった、赤やつ1来たよ。ここでこれでいいのかな、ロボットになるのかな。ワン、ツー、スリーっていうかね、あーなんかあったらできそうね、ロボットになりそうだねこれ。惜しいな、これだけっていうね。はい、もうないんですよ、合体しそうなやつが。はい、これもなんかの武器かな。あれ足だけ、足だけっぽいけど使わないですよねこれね、どう見てもね。じゃあ違う、片足だしどうする。はい、カメラだ。はい、さっきのウルトラマンのやつ。はい。あ、捨ててるわけじゃないですかね、これね。ちょっと、今ね、置ききれなくなってきた。ほら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 、崩れてきた。もうほら、はい。はい、すいません。こうなるんですよ。多いから。何これ。武器の。武器のフィギュアっぽいな。それかあれがな、なんか、いろんなやつの武器だけ袋に入れて取っといたのかな。これだけではなかった。武器だけって。あ、これはなんだ？戦隊モンのヒーロー。サムライソード。Stop.
これでも食らえみたいな、うわーみたいな、袋に入って何だか分かんないですよね、これね。開けましょう、せっかく。あー、ただもうダメだ、破けてるわ。あー、これはひどい、もうダメだ。ほら、多分ね、手がね、こう電池かなんかで動くんじゃないかな。もう傷んでるわ、古いんだわ、もう、ね、これ多分動いたんじゃないかなという感じですね。ただもうピリピリです、中の機械見えちゃうんだ。よくある右手でしたね、こっちでしたね、はい、残念ですね、見えちゃって、ね、残念でした。これ良かったらいいなと思ったんですけど、ね、動くでしょ、うわーってやるんだろうなという、ハルクのやつ、あーみたいなね、やっかい、これいいやつなー、これ面白かったかもしれないな、これ動いたらね、もうピリピリだ。古くなるとやっぱね、こういうおもちゃってね、しょうがないですよね、破けちゃう、古くなると。こんな薄々のビニールですよ、これ。あ、これあれのゴムじゃね、あれって何って話ですけど、まあまあまあ、すごい超薄々ね、そら。それは破れるわな。ね、でもこれ、なんか、台座にいいかも。なんかこう置いたりとかして。手のひらの車です。みたいなね。はい。ということでね、もう残念としか言いようがないんですけど、ボロボロすぎてね。はい、以上でございます。どうも。時の駆け引き、さようなら、ホームラン。二次コ。ありがとうございました。幸せだな。この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル